デビッド・ローズは、イギリスのギタリスト、シンガーソングライター、ピーター・ガブリエルとの長年の付き合いで知られている。1979年から1982年まで、イギリスのロックバンド、ランダム・ホールドのギタリスト及びボーカリストを務め、1980年から、ガブリエルの主要なスタジオギタリストにして、ツアーギタリストを務めている。ローズは2枚のソロアルバムをリリースしている。 デビット・ローズは1956年5月2日にロンドンで生まれた。セントラル・セント・マーチンズで美術を学び、その後、ゴールド・スミス・カレッジで彫刻の学位を取得するうちに音楽への関心を高めていった。卒業して間もなく、ボーカルとリード・ギターを担当するロックバンドランダム・ホールドの結成メンバーとなり、レコーディングを開始した。やがて、 ピーター・ガブリエルと一緒に演奏するよう依頼された。最初に登場したのは1980年のガブリエル3枚目のスタジオアルバムピーター・ガブリエル3であった。それ以来、ローズはガブリエルの主要なスタジオギタリスト兼ツアーギタリストとなった。2009年に最初のスタジオアルバムビター・スイートをリリースした。そのプログレッシブロックアルバムは 数々のレイヤー化されたインストゥルメンタルトラックとエフェクト、そして標準的ではないギターチューニングを含む長くて複雑な作曲プロセスを経た産物であった。ローズはそれらの曲をレコーディングする前に何年もかけて作り上げた。レコーディングスタジオでは幅広い機材を使用していたが、ライブでのセッティングはよりシンプルなセットアップ、ギターのチューニングを簡単に切り替えるキブソンロボットギターや、 エフェクトとバックグラウンドトラックを作成するネイティブインストゥルメンツというコンピュータアプリケーションを使用することにした。翌年にはベーシストのチャーリー・ジョーンズとドラマーのゲドリンチと共にビタースウィートに伴う短いツアーに乗り出した。2013年にローズがレコーディングスタジオに戻ることを決心したとき彼とジョーンズとリンチは彼らが新しいアルバムのために ツアーで確立したダイナミックな音の再現を想起した。この3人によるトリオは、レコーディングスタジオでリハーサルした後、5日間でインストゥルメンタルトラックを作った。ボーカルトラックや、その他の制作が完成した後、アルバム、ローズは、プレジミュージックを介してリリースされた。ローズはツアーに戻り、リンチとウェルチのベーシスト、 ギャズ・ウィリアムズと一緒にニューアルバムをサポートする演奏を行った。ローズは、エンツ・ドロ監督の映画、ラッキーゾルバ及び、ルカル・チーニ監督の映画、ルオモ・ペルフェット、並びに2001年のビデオゲーム、アトランティス・3、ザ・ニュー・ワールドのスコアを担当している。ありがとうございます。